こんばんは、ドレッシングです。今日は一日よろしく。
さん、初めましての人もお久しぶりの人もこんばんは、ドレッシーです。今日は一日楽しんでもらってますか？まだまだあと30分以上あるから楽しんでいこうぜ、イエイ。やっぱライブはね、みんなで一緒に盛り上がらないと面白くないと思うんで、ここで皆さんも一緒になんかそれなりの楽しみ方してくれたらいいな。こんばんは、ドレッシングです、今日は皆さん、それぞれ忙しい中、僕たちの企画のために時間を空けてくださって見に来てくださってありがとうございます、出演してくれた他の台湾の5バンドもありがとうございます。そして
イマージュのスタッフさん、この場所と時間を提供してくださってありがとうございます。あ、そうそうそう、レコ発だから今日から CD を販売します。1曲じゃねえわ、間違えた。1枚500円で5曲入りです。今やった2曲も入っていますし、次やる曲も入っております。あちらの方にありますので、まあ帰りによかったら声かけてください。まあなんか今だったら先着、あと確か俺が見た時は9枚残っとったんやけど、ステッカーもついてくるから、あのなんか業者さんが無料でくれたんよ。じゃけまあ無料じゃけ先着9名様はステッカーもあります。でも先着関係なく CD は買ってください。待って、俺何言おうとしとったっけ、忘れた。いや、浩平がゴゴティー飲みよるから。いや初めて見た。俺も飲むよ。あとステージドリンクといえばね、ストレートティー、うん、そうなんじゃ。僕今日バンド始めて、初めてステージドリンクをステージに持ってくることに成功しました。いつも忘れるよな。いつも買って、まあ、てかこれもさっきそこで買ったんやけど、俺本当はそこにステージドリンクあるんよ。あの買ったんや、さっきファミマでイロハスで、なんか忘れた。うん、ちょっと待って、ちょっと見失いそうやけど次の曲やろうかな。次はですね、なんだったっけ、いつも何夜って忘れた、久しぶりのライブだから忘れたけど、まあこれ僕が高校生の時に初めてその女の子に手紙を書いたんですけれど、まあそんな感じのやつをちょっと改造して大学生になってから作った曲というか、いやそんな歌詞ほどくせえことは書いてねえけど、ラブレター書いたんよっていう話が今ちょっとしてかっただけなんだけど、まあまあまあ聞いてくれください。はい、じゃあラブレターという曲を、めっちゃ恥ずかしいなこれ。Yeah.
次の曲もどんどん曲でいきたいと思うんですけども、次はまあ今日という一日を忘れたくない僕の歌です。聴いてください、確かな音。
皆さんドレッシングのレコ発に来てくださってありがとうございます。もう来たからには CD 買ってくださいっていうのが本音なんですけど、まあ見るだけでもいいんで見ていってください。で、今日の出演者は、6組いたんですけど、そのうちトイパニー以外はみんな一緒に夏のカレッジを戦って、でトイパニーも3人とも僕らと同世代で、エリックなんかあるよな、ゲストで出てくれて、そうで俺らの終日のレモネードの学祭の時にもゲストで出てくれて、ほんまもう縁の深い人たちみんなに、見守られて、こうやって、レコ発ができて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、思い出した、言うことを思い出しました。あれだ、去年の今日エリックと対バンしたという話をマツケンさんがしてたんですけど、僕にとって今日という一日はむちゃ特別な日でして、去年の今日僕は初めてこのステージというかライブハウスでギターボーカルをしたんです。それもあって1年越しの今日皆さんにこうレコ発という形で演奏を見せることができて、僕はすごい嬉しく感じております。それだけです。すいませんでした。後で反省会だな。いいか、楽しく行こうやって言ったが、でも楽しく行こうと思ったら空回りするだけだから。じゃあ、最後に、一番新しい曲というか、僕が今一番大切に思っている曲なんですけど、一番今までの曲で短いですけど一番たくさんの思いが詰まった曲です。聴いてください。新曲です。うん、いや、ごめんな、新曲じゃあ次。何度だって歌うからね、君だけの歌。今日はありがとうございました。ドレッシングでした。またどこかで会える日を楽しみにしてます。最後聴いて帰ってください、新曲街灯の下で。
気がして素直になれずにいた。人が目立ってそうだからこの声が覚めるまで言葉にできないや。